ヨハン・ビル・ヘルム、1700年の版画ヨハン・ビル・ヘルムは、ドイツ中林元地方の諸公の一人、ザクセン・アイゼナハ公爵。ヨハン・ゲオルク一世とその妻でアルテン・キルヒエンの、女領主である、ヨハネッテ・ツー・ザ・インビト・ゲンシュタイン・ザインの間に第四、子、三男として生まれた。1685年に、両親の取り計らいにより、兄ヨハン・ゲオルク二世が、 アイゼナ派公借料を相続するのに対し、ヨハン・ビル・ヘルムにも王公としての生活が保障されるべく、母からザイン・アル・テン・キル・ヒエン白借料を受け継ぐことになった。ヨハン・ゲオルク2世が1698年に子供のないまま死ぬと公借料を継承した。文化人気室でゲオルク・フィリップ・テレマンラの音楽家を宮廷の声楽隊に参加させている。生涯に四度結婚し、 合わせて12人の子女を設けている。1690年11月28日に、ナッサウディーツ公、ウィレム・フレデリックの娘アマーリアと結婚し、マニチナン一条を設けた。1697年2月27日に、バーベンドゥルラ・派公ーシカールグスタフの娘クリスティーネ、ユリアーネと再婚し、7人の子女を設けた。1708年7月28日に、 ザクセンバイセンフェルス公ヨハンアドルフ一世の娘、マグダレーネジビッテと三度目の結婚をし、間に一男二女を設けた。1727年5月29日に、ライニングエンダークスブルクファルイコールハイデスハイムハク、ヨハンカールの娘マリー・クリスティーネ・フェリーチタスと四度目の結婚をしたが、間に子供を設けることなく死別した。ありがとうございます。